ありがとうございます。あー、まいちゃん ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あ、かくなぎさん、こんにちは。緊張するわ、やっぱり一人でダラダラやるのはいいんだけど。えー、みなさん、ありがとうございます。そう、一人でダラダラすんのはね、全然ね、緊張しないんだけどね、やっぱりね、コラボ配信は緊張しますね。どうでしょう、今日はそうちゃんさんとコラボ配信させていただきます。めちゃすごい人ですから、そうちゃんさん いや、もうそうちゃんとはちょっと恐れ多くて呼べないので、そうちゃんさんって呼んでますけど。あ、姫ちゃん、そうなのよ。今日の朝ね、そう、病院連れて行きました。あ、ふみちゃん、ありがとう そう、どうでしょう、そうちゃんさんはどうでしょうか。そうちゃんさん、インスタライブ始めてっぽいかな。コラボが多分初めてっぽくて、どうでしょう、なんか申請してください、コラボ配信を。こんにちは。そうちゃんさん、こんばんは、こんばんは。皆さん、お家ですか？ お家、自粛中ですからね。お家ですか？ちょっとライト当てとこ。当てすぎか。こんにちは、こんにちは。どうかな？そうちゃんさん来るかな？皆さん、お家で見てくれて、あ、あやみさん、こんにちは。お家で見てくれてるのかな。ねえ、もうずっとお家だとさ、ほんともうやることがどんどんなくなっていくよね。え、私が申請するの？今からご飯。ああ、お忙しい時間帯にすいません。いや、本当にお目々良くなると。え、私が申請するのかな。いや、違う、リクエストするはずなの、動画配信を。あ、ソミさんじゃん、久しぶり。おう、あれ、そうちゃんさん来てるかな、来てないのかな。え、これってさ、誰が来てるとか見れるのかな。まだ来てないかな。あれ？あゆみさん、ご飯作りながら。そうだよね、お忙しい。ねえ、見れるんだけどね。あれ、そうちゃんさんがまだ来てない。下の絵文字2つ見て、あ、そういうことか。これで申請するのか。そら知らなんだわ。それは知らなんだわ。今日は一つ勉強になったよ。そうか、そうか。こっちからも申請できるんだ。見てる側からも申請できるけど、こっち側からも申請できるんだね。っていうか、え、ちょっと待って、そうちゃんさんまだ来てないよね。そうちゃんさん、いらっしゃいますか？あ、いた。そうちゃんさん。あ、あ、よかった。お願いします。お願いします。すごいな、なんか。楽しみだけど、すごい緊張。大丈夫ですか？大丈夫ですか、これ。これどこまで映ってないですか？大顔。丈夫だ。大丈夫です顔映っか？てます。はいはい。オッはケーでい。す。これ下は映ってないですか？こっ映ってからます、上。映ってます。2画面で。はい。ああ、そうか、そうそうですよね。お願いしまえ、見えてす。ますか？ お見えて願いましすます。よ。めっちゃ見えてます。今日も本当にありがとうございます。コラボ配い信え、おこ気ちにらなこさっそでてす。て。はい。いや、もうもう、私はもう本当に、そうちゃんとは呼べないです。そうちゃんさんといつも呼んでおります。すごい。
香港から来ましたってなってますよね。すごい。すごい。すごいな。あ、結構みんな見てくれてますね。はい。めっちゃ見てくれてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、そうちゃんさんめちゃめちゃすごい人なんですよ。ね。いえいえ。はい、ねとか言って本人言うんですけど、本当はこんなね、こんな無償でこんなお話を聞けることはなかなかないです。こんにちは。はい。ありがとうございます。そうちゃんさん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら、ちょっと軽くでも自己紹介お願いできますか？ OK です、OK です。まあ、僕は、まあ、今年35歳なんですけど、まあ、35歳で、会社を作って今6年目で、まあ、普段はどんなことしてるかって言ったら、まあ、ご紹介のみで、その起業したい方とかの、まあ、コンサルティングのをしたりとか、あとは、まあ、なんだろうな。まあ、法人の、その企業の売り上げ上げたいっていう方だったりとかもコンサルしたりとかしてますし、あと、最近はジュエリー関係とか美容関係のお仕事をしたりとか、まあ、ジュエリー関係で言うと、執行役員やらせてもらったり、プロデューサーをちょっとやらせていただいたりとか、まあ、そういうのをしたりとかで、あとは、まあ、数十社、まあ、数社、ちょっと、オーナーみたいなこともやったりしてます。はい。で、まあ、ね、そこだけ聞くとすごい、こう、ね、順風満帆で、みたいな感じなんですけど、まあ、過去は、16歳の時に、親が破産したりとか、パニック障害になったり、そうです、そうです。メニエール病になったり、まあ、うつになったりとか、まあ、自分自身も借金を結構、経験したりとかもしてたんで、まあ、なんか、ね、順風満帆に来たわけではないんで、いろいろお話はできるかなっていう感じで、はい。まあ、あと本、そうですね、本も書いたりしてるんで、うん、本も出してたりとか。いや、はい、本、はい、うん、そんな感じです。買ったんですけど、はい、まだ届いてなくてすぐ読みます。はい、ありがとうございます。そうです、まあ質問形式に全部なってるんで、はい、いろいろ、はい、まあ自分と向き合ったりとかするのね。今ちょうどコロナでみんな家にいると思うんで。そうですね、こういうのに、はい、いろいろなんか自分と向き合ってね、はい、いい感じになったら、はい、はい、っていう感じじゃないですかね。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。で、今日は、ね、なんで、はい、私のこの、なんでしょう、無謀なリクエストをお答えいただけたんですか？ありがとうございます。で、なんかそもそも僕らってその予宿で出会ってるじゃないですか。予宿っていう、はい、はい、まあ、簡単に言うと、はい、そう、夢を、最初、夢が叶う前に叶ったことを、自分でね、最初イメージをしてると、なんていうのかな、こう、夢がまあ叶っていくみたいな、はい。まあ、詳しくはね、翡翠小太郎さんという方と大島圭介さんという方が、まあ、いわゆる法則って本を書いてるんで、まあ、それを見ていただくのが一番、いいと思うんですけど、まあ、そこのイベントで、よしく、そう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 、はい。よしくって書いてありました。ちょっと一瞬間違いで。っていうので、まあ出会って、で、まあそこから、そこで出会った方の、まあ共通の知人のね、ご紹介で、まあまゆみとまた再会することがあって、ホームパーティーですかね、みたいなので、はい。で、そこからで、そう。で、なんか毎回会うたびに、なんか結構ゲラ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 笑ってるんで、まあ普通に面白いなと思って。そうですよね。そうちゃんさんの話、本当に面白くて。ありがとうございます。本当に引き込まれるんですよ。はい。ありがとうございます。はい。本当に。そうなんですよね。っていうところから、まあまあ始まってて。うん、そうですよね。はい。で、そうなんです。僕も、だからつい最近までネイリストさんって知らなくて。はい、そうなんですよ。で、僕、ほぼもう、そうなんですよ。ほぼ僕、Facebook がメインなんで、なんて言うんだろう。はい、はい、インスタとかほとんどやってなくて、でもなんか気づいたら最近インスタで DM が結構来てたりとか、なんか僕も何のお仕事されてるんですかとかっていうなんか問い合わせも、はい、来てたりとかで、はい、僕、出身はあれです、兵庫県です。兵庫県の甲子園が出身で、はい、甲子園に25年ぐらい住んで、今は宝塚に、はい、住んでます。そうです、そうです、はい、っていうところから、そうですね、始まってみたいなので、はい、はい、こんな感じでございます。いろいろ本当、はい、いつも面白い話で、なんですかね、もうあ、そんな考え方があるんだとか、そんなやり方があるんだとか、はい、その
何ですか、それコンサルじゃないですか。はい。そのアイディアはどこからどう出てくるんですか。でもやっぱりなんかまあ僕は良くも悪くも、それこそ16歳の時に親が破産したんで、なんか普通になんかこう、就職してとかっていうレールを結局まあしてても、まあそういうのって結局コントロールできないなみたいなのが、まあその時に、そうですそうです。16まあなんかで。考えてたんで、はい。まあ16親破産しちゃったんで、稼ぐしかなくなっちゃったんで、はい。ってなって、で、そっからですよね。そっから、だからお、兵庫県民、ありがとうございます。こんにちは。はい。そうなんですよ。で、それで、なんか、まあ、どうしたら金持ちになれるのかな、みたいなところから始まって、あとは、まあ、最近で言うと、やっぱ世界中結構いろいろ、まあ、なんていうのかな、仕事で回ったりとか、いろんな人たちと、やっぱ出会っていく中で、なんか、やっぱり、その、日本の常識っていうのは、海外の非常識だったりもするし、まあ逆に言うと、海外の常識が日本では、全然非常識だったりとかっていうのもあって、まあそういうところをいろいろ、そう、見ていく中で、なんか何が正しいんだろうな、何が間違いなんだろうな、みたいなのをなんか自分でこう考え始めたみたいな。はい。で、なんかね、それこそまあ別に親がいいとか悪いとかの話じゃなくて、なんかこうしないと将来困るわよって言ってる親が結構困ってたりとかしてるの見てたんで、そう。ってなった時に、じゃあそもそもそのまま行っててもうまくいかねえな、みたいなところから、なんかそういううまくいってる方だったりとか、まあ例えば今だとコロナじゃないですか。コロナで結構ね、生活めちゃくちゃ困ってる人もいれば、逆に言ったらコロナでめちゃくちゃ伸びてる会社もね、あったりとかする中で、じゃあ何が違うんだろうな、みたいなのを結構考え始めたっていうのは、まあそういうことをまあ普段からやってたみたいなのでいっぱいアイデアが出てきたみたいな感じですかね。はい。でももういろんな人と出会うっていうことがやっぱり考え方の幅が広がるみたいなことですか？やっぱりそうですよね。こうなんかいろんな方たちに会っていろんな考え方を聞いて、やっぱどうしても日本って良くも悪くもこれが正しい、これが常識ですみたいなのっていうのがなんかあるじゃないですか。はい。あ、後ろ宝の石。これですか？これね、宝す石じごい。ゃないです。スカルっていうね、牛の、僕ネイティブアメリカンとかが結構好きで、そのネイティブアメリカンの本当の現地の方が、作ってくれて、一個一個ターコイズの石をこう、つけてくれて、はい。で、僕牡牛座で牛年なんで、っていうのもあって、これもなんか、たまたま入ったお店で、僕がすごい気に入って、本当は売ってなかったんですけど、まあ、ちょっとご無理を言ってみたいな感じで いただいたみたいな感じですね。はい。そうなんですよ。まあまあ金額しましたよ。はい。まあまあな金額しましたけど。そうなんですよ。されてるからその関係でってことですか？あ、もう全然っす。本当に全然前から。はい。これはもう全然直感でたまたま入ったお店であってみたいなので。そうなんです。はい。なんで、ターコイズのね、石でこう全部こう。あとね、ちょっと今はあれなんですけど、めちゃくちゃこう長い角とかもありますよ。水牛の角とか。なんかね、ご縁でこうね、繋がっていくみたいやっぱごな。はい。縁って感大じ事で。ですよね。そうなんですよ。はい。ね、人に助けてもらう、助けられるみたいなのがすごい今特にコロナの影響でそうん。れがすごく大事だなって思うようになりましたね。そうなんですよね。で、やっぱりなんか自分がこうかっこいいなって思ってる人たちとか、まあ、いろんな方をこう見ていくと、やっぱそういうなんかこう、どんどんね、いろんなシーンをしたりとか、僕も今、まあ、これ、そう見てる方とかでもね、もし困ってたら、次亜塩素酸水を作る、まあ、キットとか、僕ら無料で全部、なんていうのかな、こう郵送させていただいたりとかしてて、はい。で、まあそういうこともしたりとかしてるんで、なんか今も買えなくなったりとか、それこそなんかマスクがね、高いから、こう、なんか買えなかったりとか、仕事もないのに、こうお金もとかね、いろいろそういうので、まあ、困ってる方とかもいると思うんで、まあちょっとでもね、そういうことができたらなっていうので、はい。すそんごい。なこともそしれたでそりうちゃしんてさんまにす。DM したら？ DM したらいいんですか？僕、まあ Facebook でもいいですし、一緒にやってる、社長さんがいて、それがまあ福岡ですごい社長さんなんですけど、その方が結構、そういう支援とかをしてたりとかするんで、まあ、そこの YouTube だったりとか、そこのなんていうのかな、申し込みではないですけど、そのまあメール送っていただいたら無料で全部送れるようにしたりとかしてるんで、はい。
一応2万本ぐらいだったと思うんですけど、はい、それを自分たちで作れるようにして、でそれも YouTube とかでどういう感じで作ればいいかとか、はい、まあ、そういうのもそう、はいはいはい、したりとか、はい、博士となんかいろいろやったりとかします。はい、いやもうそういうことしたいんですけどね、なかなかできないですよね、なかなかできない。まあでも本当になんか僕はそれはそういう、まあ、そういうことをされてる方たちだったりとか、やっぱりいろんなねつながりで、そういうまあご縁とかつながりとか、まあ、そういうところからこうどんどんね広がっていってっていう感じだったんで、うん、ね、今まあ本当になんかいろいろね困ってたりとか、でまあなんていうのかな、こうアメリカの状況だったりとか、いろいろ僕も世界中から情報を取ってるので、はい、いろんなことを聞きますし、まあ正直まあコロナ自体もまあ完全に復旧するまでに10年かかんじゃないかみたいなのを経済的にはね一部では言われてたりとか、そうそうそう、10年もですか。まあ、経済がねちゃんとこう変わってきてっていうのは言われたりとか、まあ、飲食店さんだとやっぱり9月ぐらいまではもう多分アウトだよねみたいな話も、まあ、海外とかからねいろいろ聞いたりとか、はい、してるので、まあまあどうなるかは正直わからないですけれども、なんかねちょっとでもこうなんか今何をしたらいいかとかっていうのがなんかお話できたらなっていう、はい、そう、いやまあ私一応ネイリストですから、はい、やっぱりそのフォロワーさんもねネイリストさんとかネイルサロンされてる方が多いので、うん、ネイルってどうですか、はい、このコロナの影響でどうなっていくんですかね、どうしたらいいですかね。まあ、でもなんていうんですかね、ネイリストさんに限らず、今だと何かな、美容院美容師さんだったりとか、はい、あとまあその鍼灸院さんだったりとか、でもめちゃくちゃ僕毎日もう100件とかぐらい、100件手前ぐらいまで結構ご相談のメールいただくんですよね。そう、でも今ってやっぱりそのね、何でしたっけ、濃厚接触がダメじゃないですか、はい、ね、ってなるから、やっぱりなんか今の時期にしっかりとなんかこう、まあ、勉強することもそうですし、あとはやっぱりなんていうのかな、まあ、こういうねインスタだったりとか YouTube だったりとか、うんうん、まあ、こういうことをうまく活用していくっていうことをやっぱりやっていった方が、まあまあ結構いいでしょうね。結局もう IT の勉強をしっかりしていくっていうか、うん、っていうことをなんかしていかないとちょっときついですよね。だってお店に来ていただけないし、うん、来れないので、そうそうそう、はい、そうなんですよ。でも接客、うん、まあ、そのさっき言ったみたいにネイルに限らず、うん、やっぱ接客業って大打撃ですよね、うん、そうなんですよ。で多分この先もそうですよね、飲食業もじゃあ今の状況で、うん、じゃあ例えばゴールデンウィーク明けにいきなりこう、ね、うん、飲食がこうスタートしたってなっても、うん、じゃあやっぱりこういう状況の中で給料が8割カット、うん、あ8割じゃない、2割カットされ、はい、給料の 80% ぐらいしかもらえない、はい、じゃあその中でじゃあ外食ってなるとやっぱなかなかきつくなってきたりとか、やっぱそういう多分状況になってくるんで、やっぱりなんか、まあ、別に YouTube だったりインスタとかでも何でもいいんですけど、まあ、できるだけなんかこう、まあ、キャッシュポイントを増やしていくっていうことをしていかないと多分結構きつくなるんじゃないかなっていうのはなんか思いますよね、うん、だから今、まあ、今後、まあ、芸能人さんとかでも今ねテレビとか見てたら、まあ、こういう感じじゃないですか、はい、なんて言うんだろう、ズームでテレビに参加したりとかってなってて、はい、そうですね、だから、うん、そう、まあ、ちょっと経済的な話をすると、それこそ、今なんて言うのかな、芸能人の方が YouTube だったりインスタにめちゃくちゃ参入してきてるじゃないですか、はい、そうなんでやっぱりそこの市場って伸びてくると思うんですよね。あ、そうそうです、はいはい、うん、まあそのライブコマースって言われるものだったりとか、まあ EC、まあそのネットを使って販売するものだったりとか、はい、そう、あとはやっぱり自分がその労働をして得る収入っていう以外のものをやっぱりこう作っていく必要が僕はあると思ってて、うん、そうで、そうなった時にもう多分2つしかないと思うんですよ。それは何かって言ったら、自分でその仕組みを作るのか、そういう、なんていうのかな、こう、人に回わない形で収益を上げるとか、はい、まあ、そういう、まあ、物販をするとか、ね、ネットで販売するとか、っていう形を作るのか、うん、もしくは、もともと仕組みがあるものに乗ってしまうっていう。なるほど。はいはいはい。その、まあ、例えば、インフラがあるもので、はい。まあ、インフラっていうのは、その、もともとそのパッケージとしてできてあるサービスとかに乗ってしまって、はい、まあ、例えば、ネット。はい、で、はい、商品をも売れる流れっていうのをやっぱ作っていったりとか、そういうのが多分必要になってくるかなっていう、うん、そうだってね、やっぱ別にネガティブな話をしたいわけではなくて、うん、これがじゃあ1ヶ月2ヶ月、うん、3ヶ月って続いていった時に、うん、収入が入っ
ってこないじゃないですか。そうすると余計に不安になってきます。ね、外も出れないっていう状態が、これがもうアメリカでも実際起こってたりとかするんで、そう。ってなった時に、そこをちゃんと客観的に見ながら、やっぱりこう今、まあこれからどういうことをしていくのかっていうのはやっぱ考えていった方がいいかなとは思いますけどね。うん。そうですよね。もうなんか仕事が一つだけだと本当にそれがおじゃんになったらもうゼロですもんね。はい。もうなんか何かしらどっかから何本かの収入源得とかないともう無理ですね。そうなんですよね。でやっぱりそのね、日本で言うと、まあ、トヨタがね、日本の中ではその時価総額ランキングでもまあね、一番まあ優秀って言われてるところがやっぱり定年退職が45歳だったりとか、はいはい、そう45なんですか、ね、平均でね、それぐらいだっていうのはやっぱ僕もよく聞きますし、やっぱり今までのその働き方、就職をして、うん、なんていうのかな、こう雇用されてっていう働き方はやっぱ変わってきますし、逆に言ったら今コロナの影響で潰れてない会社だったとしても、やっぱり僕も経営者なんで、経営者でいろんな事業をやってるんですけど、じゃあこれコロナで出勤しなくても回るじゃんってなったら、やっぱり人がいらないってなっちゃうじゃないですか。ってなった時に、はい、やっぱりこれからはやっぱり自分でなんかそういう、まあ、稼いでいくじゃないですけど、っていうことをやっぱり真剣に向き合っていかないとちょっと厳しいんじゃないかなみたいなのは正直あるですね。うん、そうですよね。まあ、ちょっと前から言われてましたけどね、うん、このコロナで余計にそういう傾向になってますよね。そうなんです。で、まあ、僕もコンサルの会社をしてるんで、僕らだと、まあ、自分のクライアントさん向けにはもう3年前から言ってたんですよね。200年とかの歴史とか100年以上の歴史でちゃんとデータ取るんで、経済がどうなっていくのか、どのタイミングで下がるのかっていうのも、まあ正直ずっとデータ見てたんで、もうこの 1,2 年以内には確実に下がってくるよっていうお話をずっとみんなにしてたんですよね。そうこれはもう為替というか、そのアメリカのね、経済とかをちょっと見てたりしてたら、まあ大体どうなっていくかっていう予測はまあ正直できる部分があって、そうなった時に、まあじゃあ日本に、はい、あ、もうクラッシュは来てたとは言われてます。うん。そう。で、特に日本ってやっぱ人口動態がどんどん減ってくるじゃないですか。人口が減ってくるんで、で、ちょっと難しい話になるかもしれないですけど、日本の、まあその GDP と言われてるものだったり、まあ GDP っていうのはまあ簡単に言ったら収入みたいなもんですよ。日本の収入源みたいなのってやっぱ消費活動だったりとかするんで、が結構 50% ぐらいだったっけなって占めてるってやっぱなってくると、だってお金がなくなってくる、子供生まれないってなると収縮していくじゃないですか。はい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 。ってなった時に、じゃあ企業側が雇用するかって結構ね、厳しくなってきたりとかっていう。そうですよね。で、うん。ただ世界的には人口はもうずっと伸びていってるんで、って見た時に、やっぱりそのインターネットとか、ネットを使ったりとか、今で言うとこういう感じでライブ配信だったりとか、YouTube っていうのを活用していったりとか、うんうん、まあそういうキャッシュポイントを作るっていう、まあマネタイズをしていくっていうんですけど、そう、やっぱそういうことをやっぱりね、していった方がいい、まあいいというか、そうそうそう。だから今はね。インスタライブで、はい。することって、このインスタライブすることによって特に収入が得られるわけじゃないじゃないですか。はい。このインスタライブを活用して、それをそのマネタイズっていうんですか、それをどうつなげていくんですか。まあ例えばですけれども、うん、まあテレビ、今だとテレビの影響力がないじゃないですか。ってなってきたときに、じゃあテレビって、うん、どこからお金もらってるかって言ったらスポンサーっすよね。うん、うん、うん、はい。まあ、例えばですけど、まあ、マユミンとかみたいに影響力を持ってきて、うん、何万人のフォロワーさんがいますってなったら、これ企業さん側からしたら紹介してほしいってなるわけですよね。うん、あー、なるほど。はい。で、そこで、例えばこの商品を、なんかこうね、うん、進めてほしいんですってなったら、うん、そこから収益が上がる、仕組みだったりとか、うん、僕らでも結構そういう話とかいっぱい来たりとかしますけど、うん、はい、そうです。でも本当にいいものとかしか僕はもう絶対ご紹介しないっていう感じなんで、うん、そりゃそう、はい、もちろんそうです。運用がありますからね、うん、そこ、はい、そう。でもなんかやっぱ YouTube とか見てると、うん、あ、これもう絶対案件だなみたいなのもいっぱいあったりとかするし、はい、忖度なしに ね、僕は結構正直にこう伝えたい人なんで、はい、っていう感じの。私も嘘はつけない、うん、まあ、そう。だからね、そう、この前もだから僕もなんかまあよくもらうんですよ、いろんなもの。はいはいはい、はい、なんかこう、お菓子だったりとか、なんかこう、
なんかな、まあ、なんかお水いただいたりこういうのがどうこういいよみたいなとかで、うん、そうそうそう、うん、でまあそういうのいただくんですけど、まあ、本当になんかねいいものしか僕は使わないしみたいな感じで、はい、やってるんで、うんうん、それはそうですね、はい、私もまあ YouTube してるんで、うん、やっぱり自分が使って良かったものしか、うんうん、YouTube にも出してないし、うん、もちろんインスタにもいいものしか出してないというか自分が使っているものしか、うん、紹介できないですもんね。どうしても言葉が出てこないんですよ。うん、そうだからそれもね、まあ、いろんなジャンルがあるじゃないですか。例えば、うん、じゃあ美容ジャンルだったりとか、何かな、まあ、食品とか食べ物だったりとかね、いろいろあると思うんですけど、そう、まあ、それによってね、まあ、これがいいとかあれがいいとか、まあ、そういうのってね、変わってきたりとかすると思うんで、まあ、そういうのを一つ仕事にするっていう。だからまあこれからやっぱお仕事していくんだったら発信力を、まあつけていくというか、まあ、そういうのもすごい大事だし、あとはやっぱりそういう、なんていうのかな、影響力をある人と仲良くしていったりとかね。勉強になりすぎるって。はい、ありがとうございます。はい、そういうのとかね、いろいろ。そうなんです。だから本当ね、まあ、あんまりこんなん言ったら僕もちょっとやられるかもしれないですけど、あれですよ、日本のメディアと海外のメディア全然違いますからね。もう、報道されてることが全然違うっていう。はい。まあ、簡単に言ったら、に日本から見たニュースと、はい、アメリカが語ってる日本と中国が語ってる日本と日本が語ってる中国とアメリカも全然違うじゃないですか。だからそういうのだったりとかで、そう。だからやっぱこう視野を広げていくっていうか、そういうのがでもすごい大事になってくるんで、はい、そう。でも今、うん、その、まあ、簡単に言ったらネットでいろいろ調べたりとかできるんですけど、うん、まあ本当にね、これももう難しいところで、力が強くなりすぎるとネットで叩く対象になるし、うん、で、まあ、結構普通の人たちってネットで調べてなんかね、はいはいはい、買うとかってなるんですけど、やっぱりなんていうのかな、良くも悪くもいい情報ってやっぱ生でしかないから、僕らとかでもぶっちゃけどれがいいんですかとか言ってね、いろいろ僕も美容のお仕事したりとか、はい、まあ、そういうジュエリーだったりとかっていうのをね、いろいろ、まあ、聞いてくるんです、うん、聞かれるんですけど、やっぱりなんかそういうのってなかなかね出なかったりとかするんで、そう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 、まあやっぱ情報ね大事っすよね。そうです、はい、情報は大事やけど、もう今本当にそれこそネットでいろんな情報があるから、うん、なんていうんですか、嘘もあれば本当もある、うん、その、うん、なんか見極めっていうのが今度難しくなってきますよね。そうなんですよね。だから僕はすごい、まあ、信じるな疑うな確かめろっていうのをすごい大事にしてて、そう、あとはあれですよ、それを勧められても自分自身で試してみるっていうか、はい、そういうのをすごい大事にしてます。はい、それはそうですね、自分で使ってみるとね、相手が本当にいいって思ってても自分が使って良くなかったら、まあ、それはまた価値観が違うってことですもんね。そうなんですよ。そう、うん、でそれはやっぱりなんかやっぱ体感してっていう部分ってすごい大事です、うんうんうん、そうですね。なんかこれからはおそらく、まあ、おそらくっていうか、うん、今までってやっぱどうしてもなんか右向け右みたいなところがねあった中で、はい、自分がそれに対して、まあ、いいのか悪いのかじゃないけど、うん、っていうので、だからまあ試してみるっていうのはすごい大事だと思いますね。うん、だ例えば起業なんかもそうじゃないですか。僕らやっぱ起業する前とかは、はい、起業は危ないとか、はい、散々やっぱいろんな人たちに言われてきたんですけど、まあ、簡単に言うと、僕も聞いてた相手が起業したことない人にめっちゃ聞いてたんですよ。あー、なるほど、経験もないのに言ってたってことですね。そうなんですよ、はい、だからこれも聞く相手も大事ですよね。例えばみんな何か新しいことをしようっていう時に、はい、まあ、仕事とかでもそうじゃないですか。インスタとかライブしたいなとか、なんかまあ、はい、美容とかネイルとかやりたいなっていう時に、はい、うまくいってない人に聞いちゃいますよね。でそうするとそれは危ないからやめといた方がいいよとかってやっぱなったりとか、うんうんうん、そう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 ね、したりとかするんで、なんかあれですよね、質問、最近おすすめされてよかったものとかありますっていうのは、何ですかね、何系かにもよるんですけど、ね、そうじゃさんいっぱいやりましたね。そうなんですよ、例えば、うん、食べ物って僕今ね、うん、めちゃくちゃバナナチップスにハマってて、はい、めちゃくちゃうまいやつあるんですよ、はい、めちゃくちゃうまいね、はい、日本のですか。日本のでね、うん、そう、手元にある。いや今食べようかなと思ったんですけど、はい、ね、そう、なんか濃密バナナプレミアムってやつがめっちゃ美味しいんですよ。教えてください。濃密バナナプレミアム？
はい、それはあの最近食べたバナナチップスとかいろいろなんかフルーツ的なので、あのあるじゃないですか、ドライフルーツ系、あのね、そう、これめっちゃ美味しい。あ、すごい、これね、そう、これはめっちゃ美味しい、濃密バナナ。これね、成城石にあったかないとね、僕もこれ、ね、なんかもらって、はい、そう、食べさせてもらってうまいなと思って、はい、っていうので、そう、濃密バナナプレミアムみたいなのはなんかもらって、これはバナナチップス史上僕の中で最高にうまいっす。そう、もうソーチャーさんが言うなら間違いない。っていうので、まあなんか自分で検索とかして、なんかね、あの調べてもらってもいいし、あんま売ってないんですよ。もうメモリ、はい、あんま売ってなくて、あ、そういうのとか、食べ物で言うとそうっすよね。あと何かな、よかったの。うん、iPhone ケースとかね。あ、そう、そういうことない。何すか、何ケース、何すか、今ケースって言いました。iPhone ケース、あのね、磁石で、iPhone 今こうね、つけてるやつですけど、はい、iPhone ケースもめっちゃよかったです。つけてるか見れない。そうとかね、なんかね、フィット感があります。僕結構カードを持ってるんで、カードがこうねパンパンになるんですけど、うん、そういうのとかねありますし、あとは何かな、うん、あとは何があるかな、結構お仕事何してました、ジュエリーと、あの、まあ、コンサルティング会社をしながら、まあ需要、美容とかジュエリーとかそういうのとかもやってて、うん、とかいろいろやったりはしてます。うん、もうそれはもう、え、美容とかはどれぐらいの幅、どれぐらいの幅って言ったらおかしいですけど、何をしてるんですか、美容って言ったら。エステとか、美容はですね、まあエステの方のコンサルに入ったりもしますし、あ、まあ製品をなんかこういろいろなんかこう、あの試してほしいみたいなのとかで、あ、まあいろいろいただくこともありますし、まあなんか簡単に言えばですよ、なんかやっぱりこう、まあ今飲食店さんとかも困ってたりとかね、いろいろしてますけど、あの美容ってすごいっすよね。それ何がすごいかって言ったら、こんな状況でコロナだどうこうだってなってても、うん、化粧はみんなしますもんね。まあそれはそうですね。そうで、化粧の売り上げってね、あんま下がってないんですよね、見てて。まあ僕もそのコンサルティング会社なんで、いろんな業態業種見るじゃないですか。そう、うん、っていうの見たりとか、あとね、これ今後ね、今、うん、アメリカとかでもうここだけっすよ、うん、まあここだけってもう見てる人だけねでいいんですけど、あの今後あれですよ、あの脱毛系のクリームとかそっち系買えなくなるんで、はい、あのアメリカとかも外出れなくなって、スーパーとかからなくなってくるんで、で今もうアメリカとかでそっち系が欠品してるんですよっていうところが結構出始めてるんで、ってなると日本にもまあ来るなみたいな、はい、そういうのだったりとか、そう、あとはやっぱりなんかいろいろね聞いてると、その関西坊系がなんかいいなみたいなのはね、あの話聞いたりとかしますけどね、うん、僕もなんかあの結構モデルの方とか、モデルの方とか、そういう美容関係に、まあ、勤めてる方とか、はいはい、僕は全然別に成分とか商品とか全く興味ないんですよ。そう、あのだって別にね、僕がなんかその製品とかってあるじゃないですか。ただやっぱりなんか女子は好きみたいですね、そういうのがね、なんかこう手荒れだったりとか肌がとかね。そうで、まあ、あの僕らはそういうのとかで、まあ、そういうのが一応来るんで、まあ、仕事として見た時にマーケットとしてやっぱでかいなと思って、まあ、見てて、で、まあ、なんかそうこういうの使ってみたらみたいなのをなんか言われたりとかして、で僕もまあそういうのでまあまあ試してみてなんかしたりとかして、でそれがだから、あの脱毛クリーム困るってなってますね。しかも男っす、男っす。モデルさんだから、うん、モデルさんだからね。そういうのでね、まああったりとか、あとやっぱり、まあそのまあ、クリーム系はやっぱ強いっすよね。オールインワンのジェルとかでっていうのは、やっぱ今、結構ね、コロナとかでやっぱ家にお子さんもおられたりとかして、時間、もうさらにこうちょっとイライラしたりとかね、そういうのとかでっていうので、でね、まあなんか時間をかけずになんかこうケアできたらみたいな。で、僕もなんか全然そのミスとかそういう子たちから紹介されて、なんかあのこれいいんでよかったら使ってみてくださいって言われても、なんかわかんないんです。なんか顔がちっちゃくなるとか、なんかいっぱいあるじゃないですか、そういうのって。ね。でもなんか僕は信じないから、そう。信じない。もう、そう。で、基本的にほんまにそうなんかみたいな感じで、そう。でも、まあ確かに、まあそんなんね、疑っててもあれだから、じゃあ一回も試してみようかみたいな感じで。あ、やっぱり、そう。あ、基本僕絶対ノーはないんで、どんな話とか、はい、いろんな話来るんですよ、投資でもこういうのがいいよとか。あ、これあの皆さんはしない方がいいですよ。皆さんは全部乗っていってたら、あの、もう多分破産しちゃうんで、基本的にあのね、いい話ってほとんどない、はいはい、ないんで。
っていうので、まあ、いろいろそういうので美容とかなんかいただいたりとかして、でまあそういうのでまた試したりとかして、肌ツヤツヤですもんね。めっちゃお肌ツヤツヤ、ね、言われたんですよ。ツヤツヤ、肌ツヤが、肌ツヤがいいとなんかあの収入が上がるみたいなって、僕はだから金運のために肌ツヤよくしてみたいな感じです。あ、そうですか。ちょっとあの、うん、ライティングで今あれですけど。そう、なんかまあそういうので、で、まあはい、まあそういうのから、で僕もそれ、まあ、分かんないから、まあ、それをだからなんか、まあ、よかったら使ってみたらみたいな感じとかで、まあなんかちょっとそれね、うんうんうん、いただいたやつとかその紹介されたのをなんかこうご紹介とかバーってしてたら、うんうん、なんかそれが結構すごいらしくて、そうなんか雑誌出たりとかいろいろしてるんですよとかって言って、はい、まあそういうの聞いたりとかして、あ、やっぱなんか関西部すげえんだなみたいな、うん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 、そうそうそう、なんかそういうのも聞いたりとかね。で今なんか多分いろんなのがありすぎて分かんないじゃないですか。そうだからまあ例えばですけど、そうだから本当になんか分かんないし、やっぱみんな立場上いろいろとかってあるから、うん、なんかまあやっぱ直接なんかもうぶっちゃけ DM とかもらったら、僕あの、うん、これはこうだけどとかって全部言えるわけですよ。そうあのね、これが心で、もうそれも全部試してますね、まあ、なんだろうな。そう別にいい悪いってないと思うんですよ。ただ合う合わないもあるし、じゃあ実際それってどうなのって、うんうん、僕ね、はいはい、化粧品の科学者と知り合いなんですよ。化粧品を作ってる科学者が僕あのめちゃくちゃ知り合いなんです。これもご縁で紹介していただいて、だからぶっちゃけこれってどうなんですかって言って、そういただいたものを持っていったら、うん、そうだからそれ、うん、いやこれはまあまあいいんじゃないみたいなことを言われたんで、そうそういうのとかもあったりとかするんで、結構なんかいろんな角度から見れるんで、はい、だそういうのとかでもね、やっぱなんかまあいろいろスポンサーさんがあったりとかね、いろいろあるんで、そうね、なかなか言えない部分もあるじゃないですか。そうそうそう、はい、いやそらそうですよ、まあ、そらそうですよ、悪いところは言いたくないですしね。そうそうそう、いいとこしか言いたくないですしね。そうそうそう、まあなんかそういうのでいろいろなんかまあ見たりとか、はい、したりとか。今だからそれこそあのあれですよ、ネイリストさん、ネイリストさんも、はい、あ、そう、あのね、ネイリストさんって物販した方がいいんですよ、うん、あ、物販っていうのは何かって言ったら、めっちゃ苦手なんですよ。そう、それはどういうことかって言ったら、ネイリストさんって、これちょっとビジネス的な話しますよ、あの、はい、キャッシュポイントがネイルをするだけになっちゃうから、そうすると今みたいな状況になった時に止まっちゃうんですよ、収入が。いや本当にそうだと思います。はいはい、そうそうそう、はい、だからそこで別に何でもいいと思うんですよ。ネイルだったりとか、ネイルのまあ液だったりなんか何でもいいと思うんですけど、まあ、それに関連する商品だったりとか、うん、そういうものをやっぱり販売できるようなことと、これエステ店も全部そうなんですけど、今僕もいろんなご相談あのするんですけど、ほとんどが物販とか、うん、その着ていただいて施術するとか、その場でしか買えないようなものとかが、うん、しかないケースがめちゃくちゃ多くて、それで収入が止まってたりとか、はい、そうそうそうっていうのが多くて、逆に言ったら僕がコンサル入ってるネイリストさん、ネイリストさんだったりとか、うん、ネイルのところだったりとか、うん、あの美容サロン、美容院って今逆に売り上げ 1.5 倍とか2倍ばっかりなんですよ。そう、そう、その物販で、物販でそうなんですよ。そう、もうだからホームケアで毎日してくださいっていうのを売るんですね。そう、でそこにあの商品だけじゃないですか。で 品だ、はい、商品はしっかりそこで、お客様に届けながら、使い方だったりとか豆知識だったりとか、うん、そういうものを動画とかでフォローしたりとか、はい、ズームとかでやったりするか だからファンがどんどんできるんですよね。はい、そうか、そう、なんかそういう仕組みは僕はそう作るの得意だったりするから、例えばこの商品を導入してもらって、はい、じゃあ導入してもらった中でどうやって、まあ、ちょっと、ね、難しいかもしれないですけど、マーケティングしていくかとかっていうので、うんうんうん、そうそうそうしていけば、今ね、ほとんどの美容師さん、美容院さん、整体師さん、うん、あとサロンさんとか全部売り上げ下がってるじゃないですか、うん、そう、もうほぼ 90% ぐらいです、うん、でもうちのクライアントさんはずっとも右肩上がりです。むしろどんどん増えてるんで、2倍3倍っていうので、もうそれも見えてるって感じですよね。そう、神、それは神ですね、父ちゃんさん。そう、でもそれはもうそこがやっぱり僕らも分かってたからってなってくると、やっぱりそういうもの、そうそうそう、アイリスト、アイリストって、ね、アイリストさんも、アイリストっていうのは目ですか。松江区です、松江区。ああ、松江区もそうなんですよね。そう、アイリストさんも、あ、そう、確かにめっちゃ多いですよ。そうだから施術する方って、そうそうなんですよ。そうで、そういうところもやっぱりしっかりと、そういう、まあ、物販じゃないですけど、っていうのを、まあ、ご自身で仕組みを作られるのか、あれですよね。その仕組みを持ってるサービスに乗るのかっていう、多分この二つだと思うんですよね。うん。うんうん、
10万給付についてどう思われて、うん、まあ、全員もらえるってやつですよね。うん、でも、まあ、国は、まあ、もちろん最初は助けてくれますよ。最初というか前下っていう、ただその後はないんで、じゃあこのいただいた10万円をどうするかだと思うんですよ。そう、うん、僕だったらですよ、僕だったらこの10万円を、はい、あの、はい、使って何か新しいビジネスを始める、もしくは増える形にする、うん、うわー、それが分かんないんですよ。そう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 、だから10万円あればできることっていっぱいあるんですよ。例えば、そういう物販を始めることとかもできるし、そういう仕組みがあるものに乗ることもできるし、でも今の状態じゃ10万円もらいました。でも給料減ってるじゃないですか。じゃあその中で、じゃあそれ蓄えててもやっぱ収入がないんで、で、これ、まあ、はい、今まだ1ヶ月ぐらいじゃないですか、コロナで。じゃあ2ヶ月経ち、3ヶ月経ちってなってくると、もう多分どん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 今度行動するのが怖くなってくると思うんですよね。いや、ほんまにそうです。はい。そうそうそう。ってなった時に、やっぱりできるだけ早めに、ちょっと余裕があるうちに、次の手、次の手っていう。だからアルバイトさんで働きに行ってる方とかでも、もうほぼ多分仕事家に行きたくても行けないじゃないですか。そう。で、もっと言えば、今稼働してる工場とか別にコロナどうこうって出てなかったとしても、お店を開けてる、はい、工場を開けてるっていうだけで、はい、やっぱ言われちゃうんですよね、今。はい。っていう状態になってくるから。そうなんですよ。ってなってくると、やっぱりネットを使ったりとか、こういうズームだったりとか、うん、その止まってない物流関係の、うん、お仕事、物流を使って自分たちのその商品をこう供給するみたいな形っていうのをしていかないとちょっとまずいかなみたいな感じはありますよね。うん、そう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 、ね、うん、そうですよね。いや、そうなんですよ。動けば、うん、動くっていうことはやっぱり多少なりとも出費が出るから、うん、そう、外も出れなくなっちゃいますからね。うん、そう、出すっていう恐怖がありますよね、本当に。そうなんですよ。だから本当になんか、みんな、ね、余裕を結構、まあ大丈夫でしょうぐらいの感じでね、ありますけど、これ、どん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 、もうアメリカ、今ね、実際、アマゾンとかでもちょっと物流が遅れ始めてるんですよ、商品が届くまでが。もうみんな、ネットで買い物していくじゃないですか。そう、楽天とかね、はいはい、そういうところもやっぱりどんどん止まっていき始めてるんで、だから逆に言ったらこういう状況でも売り上げを伸ばし続けてる企業だったりとか、その仕組みになるようなものをやってるとか、仕組みになるものを、作ってるビジネスモデルに乗るとか、まあ、そういうことやっぱしていかないと結構きついと思うんですよね。うん、そう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 、やっぱ家でできることを見つけていかないと、自分で取り入れていかないとってことですよね、うん、そうなんですよね。で、そこがそう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 、ないと結構きついかなっていう感じですよね。はい、うん、まあなんかね、それこそそのなんだろう、こう人によってどれが合うか合わないかもいっぱいあるじゃないですか、まあ、使える予算だったりとか、うん、はい、そうそうそうね、いろいろ、まあ、そういうのもあると思うんで、はい、質問された10万円何に使いました？私？私？そう、だから今、そうちゃんさんに教えてもらいましたから、うん、それをやりましょう。でもね、本当にね、例えばですよ、10万円あれば、いろんなことができるんですよ。うん、例えば、事業を始めることだと別に10万円からできることだとっていっぱいあるし、これみんな知らないだけなんで、で、結構みんなネットでちょっとちょこちょこ調べちゃって。10万円でできる。そうそうそう、別にそれこそ数万円とかね、3万円とか2万円とかからやれるものとかもいっぱいあるし、そう、これみんな知らないだけじゃないですか。だから例えば仕事の選び方だったりとか、そう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 、仕事の。知らなかったらできないですもんね。それも情報ってことですよね。情報収集をしないと、はい。なんか起業するには何十万、何百万いるんじゃないかと思いますもんね。いらないです、いらないです。そうなんですよ。だそういうことがいっぱいあるんですけど、うん、結局みんな世の中のネットの情報だったりとか、うん、これがいい、これが悪いとか、まあ、この人が言ってるからどうこうとかで、判断が結構みんな分かんなくなってるんで、まあ、そういうのもね、はい、全然なんかもし質問とかいただければ、まあ、その人の状況によってこういうのがいいですよとか、うん、まあ一個だけじゃなくて、こういうプラン、こういうプラン、こういうプランがあるんで、だったらこういうのがいいんじゃないですかとか、そう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 。だから今日なんかでもね、僕知り合いの方が飲食店の方でね、お昼うん、飲食店をやってるんですけどってね、まあもうめちゃくちゃ大手のチェーン店ですよ、はい、の方がですよ、もうだから給料がね、2割カットですよ。2割カットで強制失業みたいな感じですよ。だって出勤できないからっていう状態になってて、そうですね、そう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 。ってなって、まあご相談いただいて、まあ話聞いてたら、
そう、このまま続きそうなんでね、結構やばいなっていうので、で、まあ予算だったりとか、こういうことでってなって、まあ結局その方は、まあ美容を、まあやる、やりたいみたいな感じで、まあ美容をしたんで、飲食と美容って、そう、飲食と美容って繋がらないように見えるじゃないですか。これがね、あるんですよ、いろいろ。すごいそう。なんかやっぱ母数のある、ものに参入していった方がいいです、これから。まあネイリストさんもそうだし、母数っていうのは、ビジネスの規模の大きいものとか、伸びてる業態に入るっていうのがめちゃくちゃ大事です。そう。やっぱ伸びてるものっていうのは、なんていうのかな、こう、ね、左右されに、景気に左右されにくかったりとか、まあそういうのもあるんで、うん、そういうのに行く方がいい、ね。伸びてるってことはユーザーが多いっていうことですね。そうです、そうです。で、これよくあるのが、自分はそれを嫌だから、今、最近のですよ、好きを仕事にしようブームって、はい、あれ、うまくいってる人あんまいないんですよ。そう。それは、好きなことを仕事にするっていうのは大事なことなんです。ただ、好きなことと、マーケット、はい、ニーズがないと、売り上げにならないし、収入にならないから、そうそうそう。だから、例えば美容が好きな方だったらね、今見てられる方とか、まあ、マイミンのフォロワーさんとかって多分美容関係が好きな方とかそういうのが多いじゃないですか。だったら、その美容っていう、はい、枠で捉えて、まあ、例えばネイリストさんとかでも、うん、もうちょっと枠を広げて、うん、ネイルっていうところから美容っていうか、そういう全体で見ていったときに、そのマーケットでその伸びてるところにやっぱ入っていくのすごいいいと思いますけどね。うん。そう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 。だ僕はこれがいいよみたいなのは、こっそりマヤミンに教えるんで、だからなんかそういうのが気になる方は、マヤミンに DM をしてもらう形にした方がいいと思うんです。ラッキー。そう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 。そう。なんか、まあ、何がいいとか、そう。そう。まあ、僕はビジネスは基本的にこかしたことがないんで、そうそうそう。そう。かっこいい。そう。かっこいい。っていうのでね。まあ、だから今後、だから今もうコロナの、まあ、よく言われるね、ビフォーコロナ、アフターコロナとかって言われるんですけども、ビフォーコロナは多分もう、ビフォーコロナの時にあったシステムって多分一気に変わると思うんですよね。いや、ってなった時に、そう。だから僕はすごい大事にしてるのは、ネガティブシミュレーション、ポジティブシンキングなんですよ。どういうことかって言ったら、はい、シミュレーションは常に僕ネガティブにやるんですよ。へー、意外。そう。で、考え方はポジティブです。これ逆な人が多いんですよ。ポジティブシミュレーションでネガティブシンキングの人がめちゃくちゃ多いです。なるほどですね。どういうことかって言ったら、分かりやすく言ったらですよ。いや、結局コロナとか別に大丈夫でしょ。国が何とかしてくれるっしょ、みたいなのは、うん、ポジティブシミュレーションです。そう。でも、家にいて不安になって、いや、このままこう、なんかね、会社が、なんか、なんていうのかな、こう、始まらなかったら給料どうしたらいいんだろうみたいな感じで、どん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 考えるのがネガティブになっていくっていう感じで、うん、そう。でも僕は逆で、シミュレーションはとにかくネガティブなんですよ。じゃあ、例えば、今の状態が3年続いたらとか、3ヶ月続いたら、半年続いたらっていう、これ、本当に、この状況は、秋口まで普通に続くと思いますよ。うん。これは僕、個人的な主観ではなくて、アメリカだったり中国だったりとか、いろんなところから見てて、アメリカで流れてるニュース、中国で流れてるニュースとか、まあ、こういう感じで、ズーム、あ、これはまあね、インスタですけど、ズームとか、そういうので、まあ、見て、いろいろ世界中から情報を取ってるんで、日本が出してる部分だけじゃなく、両極を見た中で、あ、どこが一緒なんだなっていう見方を全部するんですよ。そう。うんうん、でそこでじゃあそうどの国でも共通して言ってることは何かなっていう感じの選び方です。例えば仕事でもそうです。美容 のそういうね化粧品だったりとかもそうだし、食べ物だったりもそうだしっていうので選んでいくんで、うんうんうん、なんかそういうのがすごい大事かなっていう。そうだからもしですよ、でもし仮に例えばこの状態が今ネイリストさんで、はいね、1ヶ月続き、2ヶ月続き、3ヶ月続きってなったら、結構やばいですよね。やばいですね。もうやっぱ、だって完全に閉めてらっしゃる方、やっぱり多いですから、ゼロですもんね。そうですよね。お客さん来ないってことはゼロですよね。うん。それが、一週間、うん、ってなっていったときに、そうですよね。うん。うん。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、闇ですね。一寸先は闇ですね。そうなんですよ。そうってなった時にじゃあ例えば、なんていうのかな、例えばそういうなんかこう今の状態でもできることとか仕事だったりとか広がっていくものみたいなのをやっぱやっていくのがいいなと思いますよね。
はい、ちょ質問が来てますね。まあ、今後伸びていく業種は何だと思いますかっていうので、まあ、おそらくっていうか確実に伸びるのは多分 IT 関係、まあ、そういうライブコマースだったりとか EC 関係は、うん、もう確実にまあ 5G にもなりますし、うん、こういうのは絶対伸びていくと思います、うん、はい、で、あとは、やっぱメンタルヘルス系、結局コロナうつだったりとか、やっぱ一気に働き方だったりとか仕事が、なんていうのかな、こう変わるんでついていけなかったりとかなんで、まあ、そういう人間的な部分とか、まあ、そういう感情的な、まあ、AI になったりとかね、そうしていくとそういう部分は、ね、はい、もうほとんどブロックチェーンだったりとかそういうのでなってくるんで、はい、っていうのですよね。あとやっぱり強いのは美容だと思います。だから戦後とかもそうだし、ずっと女性って、これ東日本大震災の時もそうだったんですけど、そのネイルとかちょっと僕分かんないです。ただお顔のお化粧だったりとか、まあ、その目の部分だったりとかそういう部分って、はい、やっぱりね、外に出るっていうか人に見られる時ってこれほとんどだから、落ちてないんですよね。そう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 、うんうん、ね、こっそり闇営業しないとあるけど、そうだよね、そうだよね、そうそうそう、吉本はアウトですよ、吉本はアウトですよ、うん、そう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 ね、そう、やっぱりなんかそういうものですよね。だから、まあ、僕が個人的にやっぱいいなと思うのはそういう、まあ、メンタルヘルスとか、まあ、そういう、まあ、人間関係とかそういうね、まあ、コーチングだったりとかティーチングとかも学べて、そう、なおかつ、まあ、そういうこれから伸びていきそうな、まあ、事業で仕組みもちゃんとやって、ライブコマースとかもそういうのがあって、そうで、やっぱりその商売として、うん、まあ、これはもう僕そのユダヤ人とかからいろいろ教えてもらったりとかいろいろ勉強したんですけど、やっぱり女性がターゲットのビジネスってめちゃくちゃ伸びるんですよ。伸びるっていうか強いんですよ。そうは、だからコミュニティとかでも僕いろんな、まあ、そういうセミナーに行ったりとか、はい、コミュニティをいろいろ見ていく中で、すごい、なんていうのかな、こう学びがあったのが、女性の比率が8割で男性2割のところってめちゃくちゃ長続きしてるんですよ。すごい、すごい。逆に言ったら男性の比率が、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、そうじゃさん、はい、ありがとうございます、はい、そうで、男性の比率が高くなりすぎると男ってちょっと戦う生き物だから結構なんかこうなるみたいなんで、そう、なるほど、ね、ライバル意識が出ちゃう、うん、そう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 、だからやっぱり女性をターゲットにする仕事で、そう、伸びていく、まあ、仕事で、なおかつそういう先見の明があるライブコマースだったりとか、そういうものとか、あとはやっぱり国内だけじゃなく海外に視野を向けてる、まあ、そういう会社とか、そう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 、でプラス、そうで、プラス今で言うと時代、世の中の世界中ですよ、世界中の流れが SDGs っていう、そういう流れになっていってるんで、そういうことにも取り組んでる企業さんを探すのがいいと思います。 SDGs、 そう、まあ、その持続可能な、まあ、支援みたいなね、まあ、その簡単に言ったら、うん、まあ、持続可能な支援ですよなんか多分細かくでややこしくなるんでそうそう、まあ、なんか調べればね、そうそうそう、できると思うんで、で、まあ、やっぱ女性の、うん、まあ、比率のね、高いのとかは、はい、いいと思います、ね。やっぱり女性はパワフルですね。いや、女性強い。だってみんなそうじゃないですか、男の人とかでも、なんか、まあ、僕らはね、まあ、起業家だったりビジネスしてたりとか、いろいろあるんですけど、大体、ね、女性の人はね、現実ちゃんと見れるから、やらなきゃってなったら、なんていうのかな、女性ってちゃんと見るじゃないですか、男はね、結構ね、まあ、こういうと怒られるかもしれないですけどね、口ばっかりでやらない人も多かったりするんで、そうそうそう。で、大体、なんか、嫁がダメって言ったから、なんかやめときますとか言って、あんだけ起業するとか言ってたのにってなるから、やっぱりね、これからはね、女性ですよ。そう。で、女性の人たちがしっかりそういう、まあ、まあ、ビジネスって言い方がね、ちょっと、まあ、好きか嫌いかって分かると思うんですけど、女性の人たちがそういう自分たちが、まあ、ちゃんと食べていくとかね、そういうために、なんかやっていくような、こう、準備ができるようなものができると、すごいなんか面白いなと思いますけどね。うん、そうそうそう、まあ、いろんなものは正直ありますけど、やっぱり女性をターゲットにして、うん、まあ、美容でとかっていうのは強いですよね、うん、やっぱり、うんうん、女性が集まると強いってことですね、まあ、一人でも強いけど集まればより強くなるってことですよね。なんかちなみに縄文時代ってあったじゃないですか、縄文時代って女性性が強かったって言われてて、これ女性が、強い時代だ、女性性の時代の時って争いとかそういう殴ったりとか殺されたみたいな形跡ってないんですよ。そう。あ、なるほどね。はい、なんかですね。そうそうそう。だから女性が
あの元気になるというかね、そういうのがだからすごい、はい、あのいいと思うんで、まあ、女性の仕事でも女性もそうじゃないですか、綺麗になって ね、お金も入って、うんね、そしたらママが結局元気になると何が生まれるかっつったら、うん、女性になる方法探します。女性になる方法、そう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 、そう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 、そっちなんだ。そう、でもね、多分そうだと思うんですよ。今男の人たちもそうですけど、なんかやっぱり稼ぎが低くなってきたりとかしてて、で何かをやろうってなってもちょっと男の人はプライドあるからね、押さえつけちゃったりとかする分もあるんで、でも女性が自分でね収入得れたりとか、あの稼げるようになったりとかして、うん、そうしたらママがニコニコになったら子供もそれ見てるから、うん、で子供もそれ見たらその循環が起こるし、でそこの機嫌が良くなったら結局まあね旦那さんも機嫌良くなるっていう流れは作れると思うんで、うん、そう、本当そうですね。そうだから僕もね、そうなんですよ、うん、3年前ぐらいからもうずっとあれですよ、男の人のコンサル基本的に取らないですもん。女性の方でやっぱりなんか好きなことやっていきたいとか、なんかこういう感じでお仕事やっていきたいみたいな人たちをご紹介でいただいた人を全部コンサルしたりとかっていうのが多いです。はい、そうですか。でね、女性の人たちの方が早い成果かも。はい、そうなんですよ。はい、なんかね、やっぱりその伸びてる業態で今後、まあ、そういう、まあ、ライブコマースが絶対こういうのって流行ってくるんで、はい、まあ、そういうのをちゃんと取り入れてて、まあ、社会とかにも良くて次の世代にもあのいいものを選んでマーケットがでかいもの、そう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 っていうので、まあ、僕も何個か、うん、あのそういうのを持ってるの、まあ、例えばこういうあのインターネットでインターネットのテレビショッピングみたいな感じですよね。そうそうそう、これからは多分どの企業の商品を買うかとか何を買うかっていうのももちろん大事なんですけど、うん、それよりも誰から買いたいかみたいなのってすごい増えてくると思うんで、そう、分かる、それは分かりますね、はい、それはすごい分かります。そうで、なおかつあのいいもの、商品いいもの、そうそうそう、だからよくあるじゃないですか、僕もそのオーガニックとか結構好きなんで、はい、なんていうのかな、こうオーガニックとオーガニック認定って違ったりとか、うん、そうそう、あの基準が全然違ったりとか、例えばオリーブオイルもエキストラバージンオイルとそれが違ったりとか、そう、はい、いろいろあるし、はいはい、これ美容でもそうなんですよ。美容もこれみんな今幹細胞が流行ってるとかね、人、はい、幹細胞だとかっていろいろありますけど、はいはい、それも違うんですよ。だから例えば、ね、ちょっとだけ入ってるだけでもこうだけど、あの なんていうのかな、こういいけどとか、そう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 、はい、比率はだから全然違うとか、だけのギリギリを入れてるみたいな。そう、だから例えばタンパク質もそうですよね、タンパク質入ってますよって書いてるけど、じゃあそれが 10g なのか 30g なのかによっても全然違うじゃないですか。はい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 、そう、でそういうのもあるからやっぱりしっかりそう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 、うん、そう、まあ、していた方がねいいなと思いますよね。はい、めっちゃ勉強になる。もうちょっと待って、 あっという間に時間が過ぎました。もうあと2分あるんですね。はい。ありがとうございます。本当。はい。まあだからね、本当多分そう。はい。5G が軌道に乗ってれば今の状況もう少し過ごしやすかったかも。まあね、これもね、いろいろあるんですよ。5G もね、まあちょっとね、進めた方が良かったり、ちょっと今いろいろ世界で見るとね、いろんなことはまああるんですけど、そう。ああ、何でも知ってるわ。はい、まあまあね、あの投資家でもあるんでいろいろまあ見てるんでね。そうですよね。そうだからね、まああの、まあ、せっかくなんでね、こういろいろ僕もお伝えできることはねお伝えしようと思ってるんで、まあそういうので、はい、なんかもし興味あるものとか、じゃあこういうのはどうなんですかとかなったらね、まあ僕でもいいし、そのねマユミンとかにね DM でもらう形にしたら、まあまあこっそりちょっとこれ教えますよみたいなのとか、まあめちゃくちゃいいのも、うん、ね、前僕もちょっとちらっと教えてるやつあるじゃないですか。そうそうそう、はい、教えていただきます、うん、まあジェルとかでね、はい、そう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 、あれはもう本当僕もいいと思ってて、はい、そう、ただやっぱりね、ここでちょっとね、なんかいろいろあるんでね、今のもあれなんですけどっていう感じでね、そう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 、まあね、コロナ対策でも何でもいいんで、なんかいろいろなんかお伝えできればなと思います。はい、そんな感じじゃないでしょうか。本当に勉強だ、はい、めっちゃ楽しかったです。なんかだからね、本当あれですよ、なんかニーズがあるんだったら別に2回3回4回で僕全然やるんで、あの声かけてください。またお願いします。はい、なんか質問いっぱいもらってね、はい、それでいいと思います。はい、はい、全然またお聞きください。ありがとうございます。はい、あと10秒です。ありがとうございます。